はい。で、今回の表現ですね。あの、ベトナム語の挨拶の表現です。はい。今回は、ベトナム語の挨拶の表現について勉強しましょう。はい。ベトナム人はどういうふうに挨拶し合うのかね。はい。今回勉強します。で、ベトナム語の挨拶の表現には2つあります。はい。この2つです。では、まず1番目の挨拶の表現から始めましょう。はい。この接続です。見てください。はい。あの、まず、 チャオチャオという言葉から始まります。で、チャオの後ろには、名前か二二章ラメシが続きます。で、最後には、あ、あ、あという言葉があります。はい、この接触で、このご存で挨拶します。で、まず、チャオチャオという言葉ですね。あの、会った時や別れる時に使うあの挨拶の言葉